こんにちは、エンタメゴシップニュースです。菊池雄星投手は、現在メジャーリーグのブルージェイズに所属している日本人投手です。契約最終年を迎えている彼は、2月に初の2桁勝利となる11勝を挙げ、規定投球回数にも到達するなど、メジャー5年目にして最高の成績を収めています。ブルージェイズの情報を専門に扱うファンサイト、ジェイズジャーナルは、現地時間2月8日に、今後のトレード放出の可能性がある選手を予想しました。トピックでは、オフシーズンに新加入や、再契約が行われたことで、公式戦出場26人枠を有効に活用するために、選手の放出が必要であると主張しています。その中で、菊池雄星選手の名前も、トレード候補として挙げられていました。さらに、菊池投手が契約最終年であることに加え、球団としては、彼の現在の価値を最大限に生かすことが重要だと見ています。そのため、今シーズンやそれ以降の、チームの競争力向上に貢献できる貴重な資産とのトレードを検討すべきだとしています。今シーズン、菊池雄星投手は11試合に先発し、防御率 3.25 と好調を維持しています。そんな彼にトレードの噂が浮上しています。ブルージェイズは現在アメリカンリーグ東地区で最下位に低迷しており、戦力補強のために菊池投手をトレードに出す可能性があるとされています。移籍先の有力候補として挙げられているのがドジャースです。ドジャースは今季から大谷翔平選手と山本投手が加入し、日本人選手の活躍が注目されているチームです。現在、ナショナルリーグ西地区で首位を独走中であり、世界一奪回に向けて順調なシーズンを送っています。しかし、先発ローテーションには不安要素もあり、菊池投手の獲得を検討しているようです。グラスノー選手、パクストン選手、ビューラー選手といった実績のある先発陣には怪我の懸念があり、またルーキーの山本投手の動向も未知数です。そのため安定感のある左腕である菊池投手の獲得は理にかなっていると言えるでしょう。さらに菊池投手の獲得には球団の広告戦略という側面もあります。大谷選手や山本投手の加入により、ドジャースと日本企業とのスポンサー契約が増えています。菊池投手が加われば、日本からの注目度がさらに高まることは間違いありません。特に菊池投手と大谷選手は同じ花巻東高校の出身であり、ドジャースでの共闘が実現すれば大きな話題となるでしょう。菊池投手のメジャー移籍については、過去にも何度か噂がありました。2019年オフにはポスティングシステムを利用してメジャー挑戦が取り沙汰されましたが、最終的には残留を決断しました。2021年オフにはブルージェイズと3年総額3600万ドルの契約を結び、彼のメジャーでの活躍に大きな期待が寄せられました。1年目の2022年は22試合の登板で2勝5敗、防御率 5.25 と結果を残せませんでしたが、今シーズンは調子を上げ、11試合に先発して防御率 3.25 を維持しています。今季の好投により、ドジャースなどの強豪球団からラブコールを受けているようです。しかし、菊池雄星投手は現地時間5月26日敵地コメリカパークでのタイガース戦に今季3勝目を喫して先発登板したものの、3回8安打5失点、脱三振なしで無念の早期降板となりました。試合は乱打戦となり、ブルージェイズは11対14でサヨナラ負けを喫しました。現地メディアは、この日の結果について、菊池雄星投手の日ではなかったと報じています。菊池投手については、最近の好投が報われないことが続いており、タフな先発登板が続いていることも指摘されています。直近5試合では0勝3敗、2試合が勝敗つかずという成績です。また、彼はタイガースに対して
あまり成功を収めておらず、キャリア通じて、デトロイトでの4試合の先発で1勝1敗、防御率 4.71 と、相性が必ずしも良くないことも伝えられています。地元シュトロントさんは、この日の菊池投手について、シリーズ最終戦でいい投球を見せなかったと伝えつつも、あまりに多くの安打と勢いのあるスイングに囲まれ、菊池選手の登板も些細な事柄に過ぎなくなったとしています。注目を集めている菊池投手は、2016年6月に元フリーキャスターの深津留美さんと結婚したことでも話題を呼びました。2019年7月には第一子となる長男が誕生しています。深津さんは、スポーツ番組のキャスターとして活躍していた頃に、菊池投手の番組を見て興味を持ったそうです。菊池投手は、もともと深津キャスターのファンで、2年間にわたり断られ続けながらも、猛烈なアプローチをかけていました。深津さんは、仕事とプライベートを一緒に、してはならないという思いから、菊池投手の誘いを断っていたといいます。結婚会見で、菊池投手は、MLB の番組を見るようになって、会いたいなと思い、2年間言い続けたが断られ続けた。昨年11月に、共通の知り合いに頼んで、一度だけ OK をもらい、出会ってから付き合うようになった。今年3月の開幕前にプロポーズし、その後婚姻届を提出したと、当時のことを振り返っています。菊池選手によれば、婚姻届は6月でなければならない。特別な理由があったそうです。彼は、深津さんの誕生日である6月24日に、婚姻届を提出する約束をしており、怪我と重なってしまったものの、その約束を守るために、別の日にすることは考えなかったと語っています。当初、深津さんは仕事とプライベートを混同してはいけないという理由で菊池選手のアプローチを断っていましたが、彼の熱心なアプローチに根負けし、交際に発展しました。プロポーズは2016年の開幕前に行われ、同年6月24日の深津さんの誕生日に、婚姻届を提出することを約束していたそうです。結婚会見では、深津さんが、菊池投手の素直なところや、明るく誠実で穏やかな性格、そして、野球に真摯に向き合う姿勢に惹かれたと語りました。一方、菊池選手は、深津さんの魅力は顔ではないと、笑顔でのろける場面もあり、二人の仲睦まじい様子が伺えました。現在、深津さんは、夫の海外移籍に帯同し、アメリカとカナダを拠点に生活しています。第一子である息子の育児に奮闘しながら、夫のサポートにも尽力しているようです。最近では、菊池選手のボブルヘッドナイトと呼ばれるイベントで、息子が始球式を行った動画が SNS に投稿され、日本のメディアからも注目を集めました。動画には、デニムのミニスカート姿で足を披露する。深津さんの姿も映っており、可愛すぎる、美人すぎるといったコメントが寄せられました。育児と家事に追われながら海外生活を送る深津さんには大変な面もありますが、インタビューでは菊池選手から何人分もの食事を作るよう頼まれたエピソードを語っていました。料理が得意ではない時期に生放送明けの早朝にその依頼を受けたため、体力的に厳しかったそうです。しかし、夫を支えることで、興味の幅が広がり、栄養学や解剖学、メンタルの専門知識なども、学ぶようになったと話しています。お互いの得意分野を活かし、助け合いながら生活している様子が伺えます。二人の結婚生活について、深津さんは、菊池選手は、野球を最優先に考えるという、二人で決めたルールがあると述べています。また、育児について深津さんは、アメリカでは、協力して育児をする文化があると指摘しています。一方で、シーズン中は、菊池投手が、不在の期間が長いため、家事や育児の多くを深津さんが担っているようです。産後の大変な時期も、義両親サポートは数日間のみで、野球に影響が出ないよう配慮していたと明かしています。それでも、夫婦でお互いを尊重し、
感謝の気持ちを伝え合うことを大切にしているそうです。菊池投手は読書家で育児書などを要約して共有してくれるとのこと。野球に専念しつつできる範囲で家庭に関わる彼の姿勢には頭が下がります。そんな二人の結婚生活は多くの人にとって理想的に映るのではないでしょうか。互いの夢を応援し合い助け合いながら歩む姿はパートナーシップのお手本とも言えます。母国を離れて暮らす深津さんの苦労は計り知れませんが、夫の活躍を誇りに思う気持ちもあるでしょう。今後菊池投手がドジャースに移籍となれば、再び新天地での生活がスタートします。引き続き菊池投手に注目が集まることでしょう。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。